もうそろそろか。いつも戦場に出るとき、俺はあることを習慣としている。それは俺が最高のコンディションを得るためにしていることだ。大会ではシャワー室も良質なもので助かる。おかげで気兼ねなく心の準備ができる。一回戦、ソフィア、ターフェアイト。全く情報がつかめない相手だ。予選も能力で一掃しただけだ。わかることはその一撃の火力がどの隊長よりも凄まじいということだな。場合によってはあの全員の半物質より厄介な能力の可能性もある。手強いのは間違いない。さて、いつものことだが、カラーコンタクトを入れないとな。まずはバハートの試合、それからロイド艦長、それで次は俺、時間はまだあるな。オーラを整えておくか。天気系、わかりやすい能力者でよかったわ。これなら、天秤、ってどうにでもなる。可能認定、天気列を。ユニットスバースト。決着。次年選手の能力を全て完封。近接でも何一つ劣勢を見せずにバハート選手が勝利を得ました。1回戦第5試合勝者、バハート選手。これでまずは1勝、次の試合、しっかり見ておかないと。やっぱりこの程度の相手では情報という情報は得られませんでしたね。そうね、過去の敗退の試合も今回の試合と違って殺傷なしだから互いに手加減を加えてる戦いだからそこまで参考にならないしね。ネルは何かわかりますか？そうだな、未熟だがいいものは持っている。それに確かに主様とどこか似てる部分があるな。ねえねえ、これすっごくまずい。エセルちゃん、それお酒だよ。見えるようだったのだが、天使殺し、というお酒でな、本当に天使を殺せるか試してみたくてな。絶妙な理由でお酒買うんじゃないわよ。どちらにせよ、覚醒もしていないんだ。そんな状態ではさすがの私もわからないな。というより、観察に関してはメリアの方が上だ。メリアでわからないなら私にもわからん。そうですよね。それじゃあ2回戦、ロイドという男性か、カナのどちらか勝った方との戦いで見定めるしかなさそうですね。ほら、エテルちゃん、苦いなら飲まないの。テルちゃんがジュース買ってくるまで待ちなさい。ほら、治ったけど、外傷しか治ってないんだから安静にしててね。そうだな、2回戦戦うといっても仲間同士、当日までは仲良く。はい、わかりました。とりあえず俺はカナとソフィアのところに行ってくるから2人は同じ個室でゆっくり休憩してて。パト君の時は、応援席に戻るから。そうね、私もことかちゃんと敵と一緒に来てるから少ししたら観客席に戻るわ。うん、結果ちゃんは明日も私のところに来ることね。また体の調子整えてあげるから。はい、すっごく助かります。それじゃあ安静にねー。さて、個室でゆっくりお話としよう。どうせ私は怪我人が出るまで暇だし、なんだったら体残りを全部ほぐしてあげるよ。得意なんだ。なんでいい子なの。私の吸気禁止でそんなこと言ってくれるのネロしかいないわ。もう結果様のところに帰りたいなんて言える雰囲気じゃない。カナなら勝てる、カナなら勝てる。うわお、フレイ、フレイ、カーナー。カラダー、ミーナーギルー。あ、根性だ、一刀入魂だ、ファールだ、アウトだ、チェンジだー。それはやられてるんだよ。おーおーおーおお。野球の応援覚えてないなら普通に応援して。この二人は楽しそうだなー。ハフとセルカは実力を認めてもらうために頑張ってた。メリアも俺と同じようにオーブを狙ってくれてる。でもカナとソフィアはどっちかというとお祭り感覚だから特にこの大会への思いとかなさそうなんだよな。カナ、調子はどう？ついさっきソフィアちゃんに引き下げられた。バカモン、その程度で下がる式ならもう一度メリアの腫瘍からやり直してこい。でも私とソフィアちゃんはよくサボってたよね。確かに、なら意味ないね。これは困った。二人のこの大会の目標って何？オーブ回収。出発前にあれだけかっこいいこと言っておいてお遊戯ってどういうこと？だって、私は特に強さへのコンプレックスもないし、特にこの大会で私の目的が達成されるわけでもないし。だったら、どれくらい面白いことをしてくれる人がいるか、それが第一なわけですよ。うへぇ、贅沢な思考回路。だが嬢ちゃんの方がクールだ。それくらい余裕があれば視野も広く見渡せるってもんだ。作戦会議してたら出直そうと思っていたが楽しそうに話しててよかった。この人がロイド。元隊長。確かに漂うオーラの質が桁外れだ。わざわざここまで何しに来たんですか？挨拶だ。緊張してるならほぐしてやろうって思ってたんだが取り越し苦労だったみたいだな。だがそこのピンクのお嬢ちゃんくらい余裕がないとこの大会は足元を救われる。さっきまでの試合でわかっただろう。さっきまでの試合？ああ、一回戦敗退したヘルナ、ビリアン、シェーン、この三人は特定の勝ちへのこだわりがあったからこそ、焦り、視野を狭め、逆転できるものもできずに敗北した。特にビリアンとシェーンだ。ビリアンはもう少し相手を観察していれば相手もギリギリだということを見抜け、勝つことができた。
シェーンは形勢逆転され、自分の制限時間に焦り、勝手に反物質を消費して自滅した。目をつむって冷静に一撃に反物質を蓄えていれば、立つことがやっとだった白選手を倒すことができた。確かにそうだ、相手の判断の甘さ、飛行の混乱で助かった場面が多かった。確かにそうだね、ならロイドさんはそこは問題ないと。ああ、俺は勝つことにこだわりがない。勝ち上がりたいとも思っていないし、負ける気もない。俺はただ見定めたいだけだ。俺の知らない戦術、優秀な人材、それらを知りできることなら優秀な人たちと接点を持っておきたい。それが俺の大会での目的だ。だから君の実力、純粋に楽しませてもらう。うん、私もこの戦い全力で挑むよ。いい返事だ、ならお互いいい試合をしよう。今この世界は反省力が勢いを増している。俺ができることは少しでも強者とつながりを持つことだ。多分あの人、すごく強いよ。実力とかじゃなくて。こだわりがない人、プライドがない人ほど読めないものはないからね。精神も強いし、視野も広いからなかなか隙をつけない。カナが思っている以上のことを平気でしてくるよ、多分。そっか、それは気をつけないとね。それじゃあそろそろ行ってくるよ。相手が格上なのは前から知ってたし、私は私なりに頑張るまでだよ。ただいまから1回戦第6試合を始めます。選手の2人は準備ができ次第入場お願いします。よし、行くぞー。まず最初に入場したのはカナ選手。今大会初出場で予選では曲がりな動きと強力な能力の合わせ技で他の予選者を寄せ付けずに完勝し本戦に出場。本戦でも予選同様カナ選手の持ち味を生かすことはできるのか。そしてカナ選手の相手になるのは同じく今大会初出場のロイド選手。このロイド選手、実は先ほど第5試合で勝利を手にしたバハート選手の師匠です。そして昔はタクヨミ選手、トーヤ選手と同等の実力者としても我らの間では有名。そのロイド選手、今大会でどのような活躍を我々に見せてくれるのか、筋肉がうずきまする。それでは1回戦第6試合、ロイド選手対カナ選手、試合開始。よく気づいたな。まだ臨戦態勢じゃなかったからね、挨拶でもしたいのかなってね。何？気にするな。ただちょっと俺の悪い癖でな、どうしても見定めようとしてしまうんだ。やる気はある、いつでも来てくれて構わない。それじゃあここからはこっちも遠慮なく行くよ。格上に遠慮なんかしてたら私が負けちゃうし。すごい、この一撃だけで大垣術は劣ってるってはっきり理解できた。能力は勝ってる、だから今更そんなところで勝負する必要はない。今はそれ以外でどこが勝っているか探る。早く飲み物買って戻らないと。ここをこちょってやって、あとは数秒待てばー。よいしょ、あとは待つだけ。っとコーン当たりだよー。もう一本選べちゃう。わお、この調子でもう一本同じやつ。そこの綺麗なお姉さん、この絶対に勝てるコントローラーを買わない？今買って他の友達に紹介すると紹介料がもらえてお金が入ってくるんだけど。甘いね。それが倒産臭いからもっとね。たった数十分でこんなに。二度同じ手は通用しないから乱用したらダメだよ。それじゃあねー。待ってくれ、私と手を組もう。あんな金髪魔女よりピンクシルクハットの方が。あの、これをどうか持って行ってください武士。いやいや、この子には俺があげるんを。嬉しいよ、みんな本当にありがとう。いらねご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。